iPod なのは Apple がかつて開発、販売していたフラッシュメモリを内蔵したデジタルオーディオプレイヤーである。iPod の小型デジタル音楽プレイヤー市場向けモデルの第二弾として2005年に発売され、最終的に第七世代までリリースされた MacOS および Windows の両方で利用できる。同社製の iPod シャッフルおよび iPod の特徴を兼ね備えており、 また iPod Mini よりも小型である。マイクロドライブを搭載した iPod Mini の後継製品であり、iPod などの登場に伴い iPod Mini の生産は終了した。正方形のマルチタッチディスプレイが搭載された第6世代はサードパーティー製のリストバンドと組み合わせることによりデト時計型端末としても使用することが可能であり、その開発コンセプトは後に発売される。 アップルウォッチにも引き継がれることとなった。iPod なの2005年9月7日に、アップルの CEO、スティーブ・ジョブズ自身が履いていたジーンズのコインポケットから取り出して発表され、その日から世界中で販売が開始された。サイズは 90mm、40mm、6.9mm、重量 42g で、ラインナップは 2GB よび 4GB の2モデル。 カラーバリエーションはホワイトおよびブラックの2色である。あとの2006年2月7日には 1GB モデルの販売も開始した。カラーバリエーションは 2GB、4GB モデルと同じホワイトおよびブラックの2色である。バッテリー持続時間は音楽再生時が14時間。1.5インチ65,536色表示のバックライト式カラー液晶画面を搭載しており、 カラー液晶版 iPod と同様に音楽 CD のジャケットやフォト画像を見ることができる。また iPod なのをボイスレコーダーにする周辺機器もある。iPod ミニや iPod シャッフルが発売された直後から数ヶ月間ほど入手困難な状況が続いたのとは対照的に比較的安定した供給体制となっていたようである。しかし、それでもモデルごとに 売れ行きの際はあり、例えば日本では発売後1週間の売れ行きは 4GB モデルが 2GB モデルよりも売れていたため、4GB モデルの入手がやや難しかった。当時のフラッシュメモリの価格から比較して安値だったこともあり、これによりフラッシュメモリの価格下落に貢献した。これに伴い iPod mini の生産は終了し、販売も流通在庫限りで終了した。 iPod mini の5色のカラーバリエーションを再現するため、純正カラーケース iPod ナノチューブなど、iPod ナノ用の周辺機器が2005年9月30日から発売された。液晶ディスプレイへのクレームと対応発売後、画面にすぐ傷がついたり割れたりするなどのクレームが増加しアメリカ国内で紛糾することになり、アップルは第4世代 iPod との液晶ディスプレイ画面の素材が同じだと反論。 その後2005年9月30日にアップルは出荷した商品の0.1%に液晶画面に不具合が発生することがあるとし、これらの交換に応じることになった。一部のユーザーは2005年10月22日にアメリカのカリフォルニア州サンノゼ米ベイ連邦地裁に集団訴訟を起こし、翌月にはイギリスとメキシコでも訴訟を起こした。上記の問題に対応するため、 発売当初には添付されていなかった保護ケースが2005年11月以降の出荷部により標準で同梱されるようになった。アップルは第5世代 iPod に同梱されるケースについて素晴らしいフィードバックがユーザーから寄せられている。そのため iPod なのに同様のケースを同梱することにしたとコメントしている。充電式電池が原因の本体発火2008年8月。 経済産業省は重大製品事故3件と、やけど2件及びそれ以外の製品破損事故12件についての公表を行った。アップルもバッテリーに問題があることを明らかにし、無償交換を受け付けることを発表した。2010年には経済産業省は重大製品事故が6件、非重大製品事故が21件が発生していることから原因や対策について、 報告を求めた。2011年11月、アップルは再び初代 iPod などのバッテリー問題について見解を発表し、無償交換を受け付けるプログラムを開始した。ただし、これは電池交換ではなく違う世代の iPod などへの交換もある。2017年12月、消費者庁ではリコール情報サイトに携帯型音楽プレーヤー、 iPod なのから交換の案内を出し、2017年12月12日消費生活用製品の重大事故に係るお知らせ、携帯型音楽プレイヤーに関する事故についてを公表した。iPod なの2006年9月12日に、iPod Mini と同様のアルミ合金製の筐体に変更し、5色のカラーバリエーションをラインナップした第2世代モデルを発表した。 サイズは 90mm、40mm、6.5mm、重量 40g と、第一世代と比べ若干小さくなった。ラインナップと価格は 2GB、4GB、8GB の3モデル。カラーバリエーションは、2GB モデルがシルバーのみ、4GB モデルはシルバーブルーグリーンピンクと光実のレッド、そして 8GB モデルはブラックとレッドとなった。 バッテリー持続時間は音楽再生時が24時間。さらなる姿、軽量化のほか、アルファベットによる検索機能が追加された。前日の通り、第1世代と比べ若干小さくなり、イヤホン端子の位置も若干変更となったため、iPod n のチューブなどの一部のケースや周辺機器、液晶保護シールなどと、サイズが合わなくなった。また、 このモデルより付属品から iTunes が入った CD-ROM が除外されたため実際に使うためには iTunes をダウンロード可能な環境を購入者が用意する必要がある iPod なの2007年9月5日に iPod Classic iPod Touch と同時に発表されたサイズは 69.8mm52.3mm6.5mm、mm mm、重量 49.2g ラインナップと価格は 4GB モデル、8GB モデルの2モデル。カラーバリエーションは 4GB モデルがシルバーのみ、8GB モデルはシルバーブルーグリーンブラックとレッドを加えた計5色。後にピンクも追加され、計6色となった。なおレッドについては第2世代に続き、Apple Store 並びにオンラインの Apple Store での限定販売である。 バッテリー持続時間は音楽再生時が24時間、ビデオ再生時が5時間。液晶画面が従来の1.5インチから2インチに大型化し、解像度は320-240ピクセル、ドットピッチは 204dpi となり、第5世代 iPod や iPod Classic の 163dpi を上回る解像度に達した。また画面の明度は、 第2世代より65%明るくなった。デザインは、表面は、第2世代と同様に、アルミ合金製だが、裏面が第1世代の時のような表面に戻っている。iTunes や iPhone に搭載されていた、カバーフローインターフェースを備え、ビデオの視聴や、iTunes ストアで購入したゲームをプレイすることも、可能となった。対応する iTunes は9月6日に公開された。 iTunes 7.4以降である iPod なの2008年9月9日に iPod Touch と同時に発表された。デザインは第1、第2世代と共通する縦型でありながら断面が膨らんだ長ょを持ち、本体を強いアルミ合金で覆ったスリムなデザインへと変更された。 90.7mm、38.7mm 90.、6.2mm 38.、mm、重量 36.8g となった。ラインナップでは、従来の 8GB モデルに加え、新たに 16GB モデルが追加され、軽2モデルとなった。また、4GB モデルは、期間限定モデルである。カラーバリエーションは、シルバーブラックパープル、ブルーグリーン、イエローオレンジピンク、そしてレッドの、 軽給色となり、クリックホイールと上下はシルバーよびブラックは黒、他は白である。バッテリー持続時間は音楽再生時が24時間、ビデオ再生時が4時間。液晶のスペックは第3世代と変わらないものの横長から縦長となった。iPod Touch と同様、加速度センサーが内蔵されており、本体を傾けるとカバーフローが出現するようになった。また、 音楽の再生中に本体を振るとシャッフルする機能が追加された。対応する iTunes は同時公開された iTunes 8.0以降である。リモートコントローラーとマイクのついたイヤホンに対応している。この世代からクロスフェード再生や画面を横向きにした状態でのビデオ再生が可能になった。限定モデルである 4GB はアメリカ以外の一部の家電量販店。 およびアップルストアでブラックレッドを除く7色が限定販売された。しかし一部でしか販売されていない上に再出荷の予定もないため通常モデルに比べるとあまり知られていない。iPod なの2009年9月9日に第4世代 iPod シャッフルレート 2009iPod タッチ iPod クラシックと同時に発表された。デザインは第四世代の衣装を踏襲した上で 表面に光沢のある酸化皮膜処理を施したアルミニウムを採用したほか、ビデオカメラ、FM ラジオチューナー、スピーカー、歩数計機能等を新たに搭載した。サイズは 90.7mm、38.7mm、6.2mm、重量 36.4g。第4世代 iPod なのより、サイズに変化がないものの、0.4g の軽量化、 画面の大きさが2.0インチから2.2インチと多少大きくなっている。ラインナップは 8GB モデルと 16GB モデルの計2モデル。カラーバリエーションはシルバー、ブラック、パープル、ブルー、グリーン、オレンジ、イエロー、レッド、ピンクの9色なお今回はレッドに加えイエローもアップルストア1000となった。バッテリー持続時間は 音楽再生時が24時間、ビデオ再生時が5時間。iPod なの2010年9月1日に第4世代 iPod シャッフル、第4世代 iPod タッチと同時に発表された。最大の特徴は、iPod の特徴でもある操作系、クリックホイールが廃止され、マルチタッチディスプレイを搭載したことである。スリープ用、音量調整用以外のボタンを廃止、すべての操作を、 タッチディスプレイで行うようになった。本体は型がほぼ正方形となり、従来のモデルよりコンパクト化された。画面サイズは1.54インチである。本体サイズは3 7 5ト、mm、ル4 0 9ト、mm、ル8 7 8ト、mm、ル重量は2 1 1ムとなった。ラインナップは8イトモデルが13,800円。 16GB モデルが16,800円の計2モデル。カラーバリエーションはシルバー、ブルー、グリーン、オレンジ、ピンク、グラファイト、アップルストア限定のレッドの7色。バッテリー持続時間は音楽再生時が24時間である。また29のメニュー言語に対応しており、曲名、アーティスト、アルバム情報に関しては34カ国語に対応している。 第5世代と比較すると、本体からは、スピーカーや、ビデオカメラ、マイク、機能では、ビデオ再生機能が廃止され、音楽を持ち運ぶ iPod の原点に戻ったと言える。本体背面にはクリップが付けられ、iPod シャッフルのように服の裾などにつけて、音楽を聴くことも可能となった。ちなみに搭載されている OS は iOS ではなく、iPod などのように新しく開発されたものである。 ホームボタンは iOS デバイスとは異なり搭載されていない。ホームに戻るには画面を数秒タップしたままにするとホームに戻る。アクセシビリティ性も高くなり iPhone 等のように黒地に白の表示やモノラルオーディオ、ボイスバージェスチャーベースの画面リーダーも行える。2011年10月5日に新モデルが発表された。外観や容量に変更はないが、 よりアイコンが大きくなったインターフェースや16種類の時計表示などの機能が加わった。価格は 8GB が1800円、16GB が12800円に引き下げられた。また新モデル発売以前の第6世代の本体もシステムソフトウェアバージョン1.2にアップデートするとこれらの機能が加わる。第6世代の iPod なのは ニケ iPod によるワークアウトの機能に加えて腕時計のアクセサリーが多く発売されていたこともあり現在の Apple Watch の事実上の前身とも言える製品である2012年9月12日に iPhone を第5世代 iPod Touch と同時に発表されたマルチタッチディスプレイを搭載しつつ第6世代で廃止されたビデオ再生機能が復活写真の閲覧もできる ビデオは SD 画質に対応し、レンタル映画も同期できる。HD 画質には対応していない。iOS 同様写真の拡大、縮小方法が同一になった。加速度センサーは搭載しているが、カバーフローには対応していない。デザインも縦形に戻り、本体サイズは 76.5mm、39.6mm、5.78mm、重量 31g である。 モニターは2.5インチのフルワイドクベガを搭載。ラインナップでは 8GB モデルが廃止され、16GB モデルのみとなっている。価格は前、モデルと同じく12,800円。新たに Bluetooth 4.0を搭載したほか、コネクタが30ピンドックコネクタからより小型化されたライトニングに変更された。 ニケと歩数計も組み込まれ、フィットネス用途としても用いることができる。2013年5月31日に、日本市場での値段が14,800円に引き上げられた。値上げ理由は、NHK などの取材で、エミアスドル高による改定としている。アメリカ市場では、値段は据え置かれている。また2015年3月10日には、さらに16,800円へと値上げされた。 アップルの広報は価格改定の理由について、為替市場の状況に応じた価格調整としている。2015年7月16日、カラーバリエーションがスペースグレー、ゴールド、シルバー、ピンク、ブルー、レッドの6色に刷新され、同時に17,800円へと値上げされた。ただし、本体色以外の仕様に変更はない。2017年7月27日、 iPod Shuffle と共に販売を終了した。2006年10月13日、Apple は、プロダクトレッドのパートナー企業として、第二世代 iPod Nano の赤色の限定カラーモデルで、ある iPod Nano レッドスペシャルエディションを発表した。Apple はこのモデルが1台売れるごと20ドルを、世界エイズ、結核、マラリア対策機器に寄付するとしている。 第3世代 iPod ナノレッド第2世代 iPod ナノの,のモデルチェンジ後もこの企画は続けられており第3世代第4世代 iPod ナノではモデルチェンジの発表と同時にこの限定カラーもお披露目された第3世代 iPod ナノでは第2世代の原色的な赤色からワインレッドのような色合いに変更されたが第4世代では再び原色的な赤色に戻されている ありがとうございます。